ジの痛風が出てまして、じゃ使えないので、もうね手の痛風は足より辛いんで皆さん気をつけてください。もう決してね痛風出かけてゴルフに行くともう悪化するだけなんで、もう絶対やめた方がいいです。わかるわ。酒飲みたいけど痩せたい、ちょっと紹介したいと思います。ひよき桜、木本純米大吟醸マロバシ、こちら紹介したいと思います。まあ、剛力っていうね、ひよき桜といえばという、酒米で、まあ、剛力がこの地に復活して、30年を記念してこれまで培ってきた、酒造りの境地を示すべく経験、陳と技のすべてをこの酒に込めましたという、まあ、そういったお酒なんですが、やっぱ日置桜のやっぱ剛力って、まあ、一つのなんつうのかな、誰も真似できない極致というか、これだけエッジが効いて鋼のようなね無駄のないシャープな酒にもかかわらず体にこう馴染んでいく柔らかさを持つみたいなね、なんか銃と剛みたいなものの、まあ、剛が、メインだけどもそこにこう銃が宿るようなね、他にないですよね。特にまあ、清木桜全般がそういった酒質だけども、特にこの剛力、なおかつその木本、そして純米大吟醸、まあ、要はいわゆる皆さんが思っているその純米大吟醸っていうのは、まあフルーティーなものとか香り高いものが多いと思うんですけど、清木桜だったり、まあ、他でいうと宗誉丸だったりね、杉錦だったり、まあ、クラシックな酒の蔵の純米大吟醸っていうのは、まあ、純米酒を洗練させたみたいな、純米酒を磨き上げたものが、まあ、純米大吟醸という、まあ、そういった、まあ、位置づけとして洗練という言葉がぴったりなお酒なんですが、まあ今日のその、まあ、飲みたいけど痩せたいという人ですが、まあその結局最高のアル中はみんなガリガリですもんね。行き着くとこまで行けばガリガリになると思うんですけど、まあ、要はその酒飲む時につまみがね、どうしてもその太っちゃうものを好んで食べるんで、まあ例えばね居酒屋さん行ってもその、まあ、揚げ物がメインだったりね、角煮とかね、まあ、太るものを食べながら飲むから太るので、ものすごくストイックにこの酒と向き合ってみると、もう酒だけでその時間を楽しめるんであれば決してね太ることはないのかなと思いますし、食があることで生きる酒もありますし、もちろんねこの酒も食とのペアリングもぴったりなものってあると思うんですけど、でもどっちにしてもこれだけ無駄のない味わいの酒っていうのは、豆腐とかね、まあ、豆腐ももう醤油っていうよりももう塩で食うぐらいのね感じの方が合いますし、上質な剣先スルメを軽く炙ってもうマヨネーズとかつけずにそれだけでいくとかね、淡泊なものが合いますんで、まあそういったものをつまみにこういった酒を飲めばね、まあ太る心配もないのかなと思いますんで、よりストイックなね酒とストイックなつまみを選んでもらえれば、吠えずに酒ライフを楽しめるんじゃないでしょうか。ありがとうございました。